行動とは主に空手の型を本当に使えるように研究して作られた新しい武術になります。行動の基本技として本拳という技があります。本拳とは通常の正拳はこのような形で前腕と拳が水平になるような形でこう当てていく技ですけれども、本拳は柔らかくまるで素人がこう初めて拳を握ったかのごとく全く力を入れないようにで、まっすぐではなくこういう形ですね、手首があえて曲がったような形で人差し指中指の第二関節が当たるようにこのようについていく。本拳がなぜ効くのかの説明をします。通常のパンチあるいは正拳突きの際はこのようにこうしっかりと突くわけですけど、一貫して言えることは、例えば大きな力を出そうとした際に持ち手の方がこう何かしら の準備をすると、例えばこのように説明の際に無防備に受ける場合であっても備えが生まれます。なので体格差があれば大きい側がそのままつけば効く場合もありますが、相手の方が大きい場合はどれだけ強い打撃を当ててもとてもなかなかこう限界がある。まあ、この場合は私の方が大きい側なので思いっきりついたら効くかもしれませんが、2メートルぐらいの相手であればおそらく効かない。しかし本拳の場合は相手に備えさせないようにする。そのためには強くやろうとか早くやろうとかっていう素振りを極力なくして、相手の立場になっていつ来たのかわからないように技の出所を曖昧にして、そしてここの場所に向かって最初は緩急で最速で突こうとします。まあ、緩急というといろんな捉え方があると思うんですけど、要は可能な限り速くという考え方ですね。これいきます。このような形で多少は当たるかもしれませんが、傍から見た時決して遅くは見えなかったと思いますが、なかなか当たらない。次は急患でついていきます。本拳の基本原則として心臓振動を誘発させるという考え方があります。心臓振動を誘発させるためにはまず当たる場所、心臓の真上、胸部の中心から少しずれたところですね、この部分。この部分というのはどんなに鍛えている人でも筋肉はない場所になります。そしてあばらのちょっとした隙間を狙っていく場所。もう一つがタイミング。本拳を一人で習得するための稽古法をいくつか紹介します。まずは三鎮、空手でいうところの三鎮のこの形。三鎮の型を通しでやる必要はありません。この形を作って足は内側ですね、で腕も肘を内側にして、例えば右で練習する場合はこの右手を引いて、そこからこちら左半身が動かないように意識してゆっくりこう出します。本拳のポイントとして右で本拳を出す際に
左半身を一切動かさないようにするというポイントがあります。なぜ動かさない方がいいのかと言いますと、例えば逆に左半身がこう下がって回転する形を作ってしまった場合、例えばカメラの前の皆さんがこの右の月にこう反応するというふうにこう見ていただければ分かりやすいと思いますが、この動きの時点で何らかのこう予備動作が相手に伝わって反応しやすいと思います。こういう形ですね。技が出る前に他の部分がこう動いてしまっているので、その時点で相手に伝わってしまう。本拳でなくても同じですね。ですからなるべく、まあ、この構え、格闘技的なパンチであろうが、武術的な突き方であろうが、どちらにせよ右の打撃を行う際は左半身を動かさないようにした方が分かりづらい突き方ですね。左半身を動かさないメリットを説明します。例えばこのような形で打撃を行う際に、通常であればその自分の拳とミットの距離をなんとなく感じ取って、それに合わせてこうついていく。でこの際よくあるのが左半身、右の突きの場合左半身がちょっと下がってしまう。ですので本来拳がもうこの辺まで行くぐらいの出力を持っていたとしても、この表面止まりでこう終わってしまうことがあります。で特徴としてはこういう打ち方の方がいい音が出るんですよ。こうですね。でこの突き方が、あの打ち方が決して悪いわけではないんですけれども、体格差があった場合ですとか、あるいは距離が近かった場合にうまく力が出せなかったりしますので、いろいろデメリットが生じます。しかしながらこちらを左半身を止めるような突き方をすると、まあ本気で突くとちょっと危ないのでゆっくりめでやりますけれども、体の使い方ができているかどうかの確認法として左半身が下がらないメリットを感じるために、例えば右手をしっかり引いている状態があったとしたら、その状態の時に相手に押さえてもらいます。この時に左半身が下がってしまうような力の入れ方をすると、このようにこう反作用で自分がこう下がってしまう。拳に 100% 自分の力を伝えるためには、ここに力を伝えるというよりも力の逃げ道を一切なくし、そのうちの一つが左半身を止める、しっかりこちらが動かないようにする、そして膝をちょっと下げるように、この二つを意識すると距離がない状態でも出力が出ることが実感できると思います。実際カメラの前の皆様に向かって打撃を行います。まずは通常の正拳突きを行います。可能な限り早く突きますので、皆様は最近目の前に立っていると思って反応してみてください。このような形ですね。本拳を行いますので同様に実際に前に立っていると思って反応をしていってください。